はい、ローソンでね、この天下一品こってりラーメンとこってり天津チャーハンっていうのがね売ってましたんで、これあれかな、見たら昨日発売、今日発売か、11月4日今日発売ですね。最近天一行ってないなと思って、ふと買ってきました。まあね、値段がね、645円税込み、646円、まあ2つ足して、なんぼ、1350円ぐらい安くないですけどね。まあ今ね、でも天一も高なりましたもんね。ラーメンやっぱ1000円でしょ、いっぱいね。で餃子とかチャーハンって言ったらね、もう1500円2000円コースになってくるでしょ。もう酒なんか飲んだらね、もうちょっと飲み屋行った方がいいかなぐらいな金額になってきましたけど、うん、まあローソンでね、こうやってどこでも食べれるみたいな感じで出てきますんで、まあ買ってきました。おそらく、まだサムネ作ってませんけど、もうなんかサムネ詐欺っぽくなったらあれですけどね、これのレビューというよりはちょっとね、これを食べながらというか、まあ普通にね、今からちょっと晩ご飯としてこれ食べますけども、あのね、うちのチャンネルの、まあ、今後のね方針というか、まあ、今後どういう風なね動画を作っていこうかなっていう話をね話というか、もう相談っていうこともないけどな、まあそういうのね、ちょっとやっていこうかなと。まあ、サムネ詐欺にならない程度には一応ね、せっかくなんでこれの感想ぐらいはね言おうかなと思いますけどもね。それではね、これちょっとレンジで温めてきます。はい、電子レンジ、まあ3分ぐらい、3分かける2かかるんで、その間ね、ちょっとビールでも飲んでね。普段家で飲むときこんな一時コップに移さないですけどねじゃあ乾杯。うまいね、うまい。まあ今後のね、チャンネルのね行く末をどうこうって言うてもね、別にそんなにね悲観的になってるわけじゃないんですよ、ね、今見たらね、650人ぐらいの方にね登録いただいてるんでね、これよくねこんな一貫性のないチャンネルでこんなにもね登録いただいてるっていうのがね、本当にありがたい限りですね。で昨日上げた動画でね、アンカーのねサウンドコア2っていうスピーカーね、ここに置いてますけどね、はい、なったな、もう一個よいしょ。これさっきチャーハン温めるべきやったな、伸びるよなこれね、汁見えてなかったですけど、多分ゼラチンで固めてたやつかな、そこからね出てきました。うお、ほんまドロッとしてんな、すげえこってりだけあるね。確かに天一こってりしてるからな。実はね、ちょっとツイッターちゃうわ、 X にもちらっと書きましたけどもね、実は先月からねちょっとラーメン屋とか飲み屋に行くのをちょっと控えてるんですよねうわすごいな、ほんま天一っぽい、このドロ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 スープ。あー、なんかうん、天一感あるな。でね、まあ健康的な部分はまあ泣きにしもあらずですけど、まあそれよりもね、やっぱもうちょっと外食全般的にね、ちょっとお値段的にね割に合わないというか、なんか一人でフラッと食べに行くのにこの金額かと思っちゃったらね、なんかあんまりこう外食行く気にならなくなってねまあこれでこうやって買えばね、650円ぐらいで済むんでねもうそらだんだんね外食も行かなくなりますよね。まあこれで600何十円も高いですけどねね、まあなんかインスタントのラーメン食べる、冷凍のラーメン食べること思ったらね、これ650円高いよね。あ、で一応ねこれの前にサラダはね、サラダも買ってきたんですけど、先にちょっと食べちゃいました、サラダはサラダはね、ローソンじゃなくてスーパーで買ってきて、食べましたけどね、サンデーの70円か80円ぐらいのサラダね。
お湯できた。熱々熱々熱はい、できました。できました。こんな感じですね。うまそうですね。うまそうですね。それではいただきます。いただきます。その前にちょっとビール追加。あービール足らんな、これ。それではね、ちょっとラーメンからいきましょうか。本当にこってりですね。なんかでも、量もそこそこあるし、おっさんにはこれでいいんちゃうかな。レンジで1000円でラーメン食べるんやったら、これ650円ってこれでいいよね。まあ、量どれぐらい違うかですけどね。そんなに少ないとも思いませんけどね。結構器でかいんでね。手のひらいっぱい広げたぐらいあるんで。別に今流行りの上げ底でもないですよ。まあちょっとそこ絞ってるけどな。ちょっとそこは絞ってるな。まあちょっと食べてから辛いのってから見ましょうか。それでは実食です。そうね、天一の味もするけど、味のこってり感はちょっと弱いかな。まあ、目つぶって出されて、どこのラーメンでしょう言ったら、天一と答えれるぐらいの味にはなってると思いますね。このチャーシューいまいちじゃない。いまいちいうか、これこれでうまいけど、なんか、もっとチャーシュー感あったらいいんけどな。あれか、そこのチャーシュー感出すとお金かかんねえのな、多分ね。あれやな、煮卵とか買ってきてよかったな。煮卵買うとあれか、もう100円アップちゃうから750円になっちゃうね。でまあね、うちのチャンネル動向の話ですけども、どうしようかなと思って、まあ昨日の動画でちょろっと言いましたけども、まあ、ゲームチャンネルというか、ちょっとエンターテインメント系チャンネルみたいなのを別に作ろうかなと思ってるんですけれども、まあなんかゲームっていうよりも、なんかこのチャンネルと違うチャンネルみたいなね。結局ね、でもまあこういう性格ですから、あんまりそのきっちりとこういう方向性でっていうチャンネル作る気ないというかね、決まったレールの上を走るのがあまり得意じゃないんですよね、多分ね。まあ YouTube のチャンネル見てたら、まあ大体はこう一芸に秀でたこう専門的なこうチャンネルと、こう一般大衆に寄り添ったチャンネルっていう感じになるんかなと思うんですけども、一芸に秀でたっていうのは、まあないのな、すごいその人の得意分野を披露するようなチャンネルですよね。あるいはまあ知識とかもそうですね。その人の知識をこう披露するというかね、まあ情報系ですよね。がまあそういう一芸に秀でた部類に、専門的なね、こう部類になるのかな。まあ一般大衆に寄り添ったチャンネルってなると、まあ例えばレビュー系ですよね。レビュー系とか、旅動画ね、まあ、食レポなんかもそうですよね。大食いとかね。あと、まあ、お笑い系は一芸に秀でたになるんかな。ね、誰もができるもんでもないんでね。まあ、大体、このね、2パターンかな。できる範囲としてはね。まあ、で、まあ、自分の場合は、あまりね、こう、専門的なチャンネルをやろうと思うと、ちょっとニッチすぎる。本職を動画にできないんですよね。そんな動画のネタになるような仕事じゃないというか。専門的なチャンネルにしようと思ったら、また別方向でね、自分を鍛えないといけないのでね、まあこの年で、なんか別の仕事をするみたいな感じになるから、まあ、なかなかね、大変なわけですよね。まあうちのチャンネルもね、まあ、650人ほど今ね、登録いただいてて、一応、快活動画を出せば、数百人の方にはね、見ていただいてるんで、全然ね、悲観するほどの、落ちぶれっぷりはないんだと思うんですよ。むしろね、まあ、このジャンル的にはいいんじゃないかなって思ってるぐらいですね。まあ、その上を目指さなければね。ただね、その、快活自体、がまあ元気ないのもあるし、まあ、ネットカフェ自体がね、その業態的にそんなに
元気な業種じゃないから、あんまりねそんな息長くないやろなと思ってるんですよね。しまったな、これご飯、普通の白ご飯買ってもよかったな。これにちょっと入れたい。チャーハンに切り替え。チャーハン、これあれかな、なんか肉味噌みたいなやつ、ちょっとピリッとしてるやつかな。これもめっちゃうまそう。この上のトロトロがまたこのラーメンのこってりにこう近いような感じのね。おー、うまそうじゃないですかこれ。うん、おー、うまいね。あ、ちなみにね、このラーメンもこのチャーハンの方も赤っていうのが別にあって、ちょっと辛み増しのやつなんでしょうね。まあ辛いのが欲しい人はあっちにでいいかな。値段も変わらんかったんでね、辛いの好きな人はねそっち買っていただいたらいいんじゃないかなと思いますけどね。うまいね、うまいけど、これこれやっぱ650円ちょっとな。まあ比べちゃいけませんけど、スーパーのあんかけのチャーハン、この卵の天津チャーハンね、まあ400円ぐらいで売ってるし、夜行ったらそっからね数十パー引きになってたりするからなかなかね、ど庶民の感覚で言ったらね、まあこれはこれで高いですけどね。たまにね食べる分にはいいんじゃないかな。うまいよ。なんかこういう食レポをしてるチャンネル、コンビニのレビューをよくやってるチャンネルとかありますけれども、やっぱりねああいう人ら食べてる感想はもちろんですけど、やっぱその人のキャラクターですよね。うん、それがでかいですね。これ何、これメインか、これこの細長いの、これメインよな、これ。あ、麺ちゃうか、なんかあれか、タケノコ細く切ってるやつか。びっくりした、ラーメンの残り汁をそのまま放り込んでんから。これでもあれやな、お昼ご飯にはちょっと贅沢な買い物になりそうですよね。これは皆さんお昼ご飯ってどんなしてるんでしょうかね。お弁当とか持って行ってるんですかね。うちの場合はもう外行ってたらもう食べに行く時ありますけど、大体ね、大体おにぎりとか持って行ってますね。もうそれで済ましてますね。あんまお昼はがっつり食べんでもいいなっていうのもありますしね。で一応予備にカップ麺持って行ってて、どうしてもお腹減ったらそれ食べますけど、もう何もかもあれですよね、もう物価の上昇のせいですよね、ほんまにまあインフレ化するのはいいと思うんですけど、問題は給料が上がらないっていうところですよね。まあ給料もね全く上がらないわけじゃないんでしょうけども、借りる方がでかいですよね。まあ税金もそうですけど、過去のね出費の額と比べたら明らかに電気代とか、あと健康保険系ですよね、社会保険が高いですよね。だいぶ今だいぶ払っているようなって感じがしますね。これ汁飲んでまおう。おー、グッドさんでした。こうやって汁、最後の汁飲むとやっぱりお店で食べる方が濃いですね。ただね味は一緒ですよ、もうちょっと弱いって感じで後味とか、なんつうんかな、こう今食べたでって満足感はすごく天一の感じですねうん、ごとさんでした。まあね、また気が向いたら買おうかなって感じですね。まあこれもあれかな、でも期間限定よな多分。あとローソンのコロッケがね今20円引きになってて、あれもうあれかな、今週ぐらいで終わるんかな。うん、でローソンのコロッケ結構ね芋感すごくあって好きなんですけど、お肉屋さんみたいに揚げたてが常にね食べれたらいいんですけどね。まあ店員さんいちいちオーダー受けてから揚げなあかんから、ミニストップ形式みたいな感じでめんどくさいでしょうけどまあでもね、揚げたてのコロッケいつでも食べれるっていうの結構売りにできるんちゃうかなと思いますけどね。今東京からスタートしてましたけど、セブンイレブンのドーナツね、あれ早う全国来てほしいですね。あれ前ね、ドーナツ、セブンイレブンでドーナツやってた時よく買いに行ってたんですけどね、やっぱりねわざわざミスド行かんでいいやんって感じでしたからね。まあミスドはミスドでね、いろんな商品あるから、まあミスドでないと
っていうのはありますけども、別に普通のね、あの定番商品食べる程度だったらコンビニドーナツでいいよなって思いながらね、あのセブンイレブンの時は、あの前のセブンイレブンのドーナツの時はよう買ってましたけどね。今実はそうそう、今日ね朝ちょっとドーナツ食べたいな思って、で近所のミエゾ行こうかな思って、アプリでねこうオーダーできるじゃないですか。でパッと商品一覧見たら、なんか1個やっぱ170何円とかするでしょ。ああもう今ドーナツ、一番安いドーナツ170円とかすんねやと思ってねあの100円ドーナツどこ行ったって感じでね、ほんまにねもう物高なってますよね。ねえ、もう嘆いてもしゃあないけど、なんか喋りながら食べるとビール余るな。足らんとか言ってて結構余ってんもんな、全然飲んでない。と思ってもうあれやな、かき火や。でまあね、結局うちのチャンネルは、まあどうするんかっていう話ですけどもね。あでもあれやな、布施駅前店のやつとかもう800回とか見られてんやな。1号平方675、浜寺石津735か。やっぱりあの快活動画の方が700、800とか言ってますもんね。であの平木間クッキングは200いけばいいぐらいあでもこの三田製麺所のやつは1000回超えてんねんな。でまあ快活動画でもね、ちょっと数ヶ月前とかになると、あの実はねうちのチャンネルあれなんですよね、結構ダラダラ再生数が上っていく感じで、気づいたら1000回2000回いってるみたいな動画が多いんですよね。まあ快活動画に関しては結局その店舗ごとに作ってるから、まあ廃れにくいですよね。あの時期的なもんじゃないから、今限定とかいう、まあ確かにサービスは今限定やったりしてますけど、店舗自体はねずっとねあるもんですから。あとこうもう今はなくなったっていう店舗の動画結構貴重ですよね。あここにこんな快活の店舗あったんやっていうのがね結構自分でもねふと、ああここも今ないんやなとか思いながら ね大阪市内の店舗でも結構何店舗かなくなっちゃいましたからね。あれ寂しいね。やっぱ快活の店舗がなくなるとね、行く選択肢も減っちゃうから結構ね大変なの、大変なんですよね。あそこどこや、今里の店舗できたばっかりっていうか、あの店舗としては一番浅いのにすぐなくなりましたよねあれね、あの全然客いてなかったですもんね。あの逆に動画撮りやすかったですもん、お客さんいてなかったから。だからちょっと公営で喋っても全然周りにお客さんいてないから、あの楽勝やったんですよねあそこね。だからね正直あのあれでしたよ、あの限定メニューとかグランドメニュー出た時のあの動画って実はね、あの今里店でやってたんですよ。お客さんいてなかったんでねお客さんいてないけどメニューはフルで出てたんでね、あのすごく良かった。駅のそばでね、地下鉄ですぐ行けますし、あの便利、動画撮るには便利だったんですけどねただね今里自体がちょっとまあなんていうんかな、あっち側に住んでる人だったらいいでしょうけど、わざわざ行かなあかんでしょう。あの難波梅田のラインからねちょっとこう東にずれなあかんから、まあわざわざ行くってなったら何もないとこやし、本当にあそこが地元の人じゃないと行かへん店舗かなって感じがしますね。で駐車場がまずないでしょ。で駅前店だったら、その難波とか梅田とかの駅前だったら駐車場なくてもいいですけど、今里ぐらいだったらね、あのちょっと車で行くっていう選択肢もう持っとかないと、電車オンリーだとちょっとまあこれじゃお客さんやっぱね来る層削れちゃうかなって感じはしましたね。大丈夫かなって正直思いましたけどね、あのできた時はね。まあ案の定って感じはしましたね。まああれかな、まあ難しいんでしょうね。でまあ結構あの今里の店舗自体できた時が多分あの快活がイケイケやった時に決まって、でいざスタートしたらちょっと下火になってコロナにもなってみたいなねあのもうグダグダ感
出てきた時のね、そういう時期に突入した店舗でもあるから、出花をくじかれたみたいなところもあるんでしょうしね。まあタイミングも悪かったでしょうね、あれね。新店舗ってできていくんかな。まあね、あのうちのチャンネルもまああんまりね、こうネットカフェに頼っててもね、進歩がないかなと思って、まあなんかね、ちゃうことをしようかなと、ちょっといろいろね考えてるところなんですよね。まあ旅動画実はね、もうほんまにガンガン行きたいんですけど、まあ何分ね、平日忙しいしね、休日ね、まああれか、動画のために無理やり行けばっていうのもあるんでしょうけどもね、まあ、なかなかね土日だけ でたまにね、やっぱ土曜日も潰れたりしますから、難しいとこではあるんですよね。まあね、あの差し当たりちょっといろんな動画をね、挑戦的に出していってもいいかなと思ってるんですよ。当たりが出れば、まあその方向性みたいなね、まあ、そういう感じで行ってもね、いいかな。別に急いでないんでね行き急いでるわけじゃないから、あのいつまでになんかせなとかいうのもないですし、まあ、その辺はね、なんかのんびりやってるんですけども、まあなんかね、一番いいのはね、毎日動画出せるようなネタがあればいいんですけどね。毎日でも、まあ毎週でもね、こう欠かさずコンスタントにこう更新できるネタがあれば一番いいんですよね。そういうあの専門的なチャンネル、さっき言ったね、あの、まあ、一芸に引いてたような系のチャンネルだったら、あのそういうコンスタントにね出すっていうのは可能だと思うんですけども、まあ、なかなかね、こういう他力本願な動画を作っちゃうと、うまいことね流れがねつかめないっていうのがありますよね。なんかあれやな、もうこうやってダラダラっとつまみよく言いながら酒飲んでぐだぐだだべってるだけのチャンネルってありかななんか酒飲んでこう一人で喋ってると、なんかいらんこと喋りそうですけどね。複数人おって、なんでちゃんとカメラもセットしてね、これ YouTube に上げるからなっつって、複数人でなんか飲み食いしながら撮影するでしょ。そしたらね、意外ともう使えないネタばっかり喋られるんですよね撮ってるっていう意識がどっか行っちゃって、もう好き勝手喋るから、もう採用できんことばっかりやみたいなね編集点多すぎるわみたいなね。あとまあ知ってる人同士だったら、あの本名言っちゃうとかねああなくなった。500缶ありやな、2、3枚いんな。最近酒もさ、あの炭酸水メーカー買ってから薄める炭酸で割るチューハイみたいな、チューハイの素みたいなあるでしょ。平島クッキングの時にも紹介したと思いますけど、結局ねあれもだんだんと基本に戻っていくじゃないですけど、結局普通に焼酎とかウイスキーをもう買うようになっちゃうんですよね。やっぱ飲むやったらまあウイスキーとか焼酎がいいなみたいになってくるというか、チューハイはなんかメインで飲むというよりもね、メインの酒を飲んだ次に飲むみたいなねところがあるから。まああとね、あのでかいの買っちゃうとね邪魔ですよねほんま邪魔。 3,4 リッターあるやつ何個も置いてたら足の踏み場がなくなっちゃう。ああ、もうこれあれやな、今日の動画はほんまに荒れちゃう、常連さん向けの動画やねこれ新規さんでこれ見たら絶対面白くないもんな、この動画ね。まああの常連さんも面白くないと思うけど、知ってる人が喋ってるっていう感覚で見るからまだ見れると思うんですよねもう自分客観的に考えたらこの動画絶対面白くないもんねまあゲームチャンネルっていうか、まあエンターテインメント系のチャンネルもちょっとあれやな、ちょろちょろ撮ってみようかな。まあでも家でこうやって飲み食いしたら、安上がりは安上がりだね。先の2杯で1350円で、まあこれ200円ぐらいやから、ね、1650円よ。まあ結構行ってるな。1650円も行ってるもんな。でも一人、トリキーとかも一人で行ってもやっぱ2000円は絶対いるんでね。下手すると3000円いっちゃうからな。あとラーメン屋で酒飲んだらもっと行くからな。
あの酒代がやっぱ高いんですよ、ラーメン屋。前、あのもうだいぶ前ですけど、福ちゃんラーメンで5000円いっちゃったことありますからね飲むからあかんのよね、あれね、ほんまに。で、結局これ何の話やったかっていう話ですけども、いろいろやっていって、なんかこれ定着できそうみたいなのがあれば定着させていこうかなっていう、別にその一言で終わっちゃうような動画をこれ何分かけてやってんって感じやな。これね、収録自体は今50分回ってんですよ一応ね、50分喋りまくってんですよ、これね、ずっと。このうちね、どれ使うかでもなんかあれやな、やばいな、編集めんどくさいぞこれ。もっとあれやな、喋ることスマートにまとめといたかった。喋ること事前にまとめて喋った方がいいんか、こうやってとりあえず撮ってダラダラ喋った後から厳選して編集した方が早いんか、これ結構悩ましいんですよね。まあね、これからどんな動画を上げていくかっていうの、まあ、よかったらなんかアドバイスくれたらありがたいですね。なんかこういう動画やってみたらみたいなとかね。なんかなんつったんかな、その漫画喫茶チャンネルにこう固定させたくない自分がいてるよね。究極やっぱりね、その旅動画にしたいっていう思いがどこかにあるから、落ち着いたらダメだっていうね、なんか自分なりのなんか変なこだわりはあるにあるんですけど、まあ、YouTube ってどうしてもなんたら系動画っていうね、そのなんたらっていうのをやっぱ見てる方もそうやってまとまってる方が入っていきやすいと思うんでね。こうやってもうダラダラやってるチャンネルほど人気はないと思うのは分かってるんですよね。分かってるけど、撮ってて楽しいのはこういう動画ですね。うん。何も考えてませんからね。何の準備もいりませんしね。ラーメン買ってきたらいいだけですからね。はい、もうあかんわ。もうほんまに、マジで。もう1時間になるわ。ほんまに。もう来れたらあれだな。なんか、コミック紹介でもした方が良かったかな。コミック紹介もね、やろうやろう思って、結局できてないから。まあ、またね、そういうのもやっていこうかな。なんか一時期はアニメレビューとかもしようかなと思ってましたけど、なんかアニメもね、最近、あんまり片っ端から見なくもなりましたしね。はい、まあそんな感じで、1時間ね、撮ってしまってるんで、この辺でね、終わらせていただこうかなと思います。またね、来週ライブ配信できたらやりたいな。ね、もう多分これ今、ガツッと今編集して、ね、10分の1ぐらいの尺にすると思うんですけど削られた8割9割をちょっとライブでね喋ってもいいかなとなんか今思いましたね。ちょっと来週どっか、まあ、快活のね、ワンツーカラオケ撮れれば一番いいんですけど、もう結構直前になりそうですけど、一応告知というかお知らせをしようと思うんでね、よかったらねタイミング合えば皆さん参加いただけたらなと思います。これね、DJI ポケットで撮ってますけど、1時間でこう回しっぱなしでもいけてるからな。結構暑いけどな、めっちゃ暑いけどな、バッテリーも全然まだあるしな。 GoPro やったら多分あかんかったらな。はい、そんな感じで、ライブね、する時はお付き合いください。それでは。